前回はですね、この今矢掛町なんですけど、この矢掛町の小田川かな、小田川というか、まあ、麓の方ですね、麓から上に登ってきたんですけど、今回は総社側から山登って、でそこから車で行けるようなね、まあ、ギリギリですね来たんですけども、これで2度目です。なんか結構矢掛町の重要 なんか文化財的な感じに指定されている寺というか寺かななんですけど、行ってきました。仁王と金剛力士像、なんかね、50の塔もあったのかな、なんかそういう30の塔か50の塔あったんですけど、焼けたとかいう話をね聞きました。この辺にあったのかな、ね、ちょっとよくわからないですけど、この辺にあったらしい。池みたいなのがあります。昔なんか魚とか、まあ鯉ですかね、飼ってたのかな。この水がここまで達して、ちょっとこの先沼地のようなね感じになってます。2回もあったのかな。
まあ、今回はね裏から来たんですけど、本当はねこの、うん、ここからここが参道みたいな、参道のなんか終わりというか、よいしょ、すごいあの歴史のある門ですね。一応あの携帯の電波はゼロでございます。結構山の上ですね。ここにもあの石碑があります。塔ですね。でこの下にあのもうすぐそこなんですけど門があるんで、そこを見て今日は終わろうかなと思います。この辺で電波1ですね。まあ、この両サイドに昔は金剛力士像が立っていたのかな。まあ今日はこんな感じでお届けしました。まあ、下から行ったら多分1時間以上かかります。で途中ね道が崩落してるようなね場所もあったりしてます。まあ行くんだったら多分このね裏からのルートが一番いいのかなって思います。ぜひあの興味ある方行ってみてください。自己責任です。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。
ピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。